答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアッペルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは楽しく脳トレ22つつ VV です。今日も空間認知ですね。まあ、空間認知はですね、頭頂葉連合野、頭頂連合野と前頭葉のコンビネーション、コミュニケーションがすごく大事です。今日はですね、家族でやっても楽しいですし、誰かパートナーとやるのもすごい楽しいと思うんですけど、これですね、おでこに紙を置いて名前を書くんです。そうすると逆から見たら鏡文字になるんですが、大事なのはどういう字になっているかなっていうのを意識しながらやることで、この空間認知能力は高めていきます。まあ、空間認知を高めることによってね、自分のデザイン、整理整頓なんかが上手くなりますので、パートナーと、そんな字書いてるよとか、うわ上手に書けてるなんていう風に楽しみながらやるのがいいんじゃないでしょうか。本日の脳トレでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。即聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。